はい、こんにちは、ビッグボーイです。では、引き続き、ファイナルファンタジー15体験版、エピソード出すか、やっていきたいと思います。んで、今一体どこにいるのかというと、これは最初、オープニングで始まったところに、時に、テント張ってた場所にいるんですけど、一旦ここに戻ってきました。で、オプションからマップが見れて、今いるのがダスカ地方のところにいて、どれだっけな？今の目的地のクエストが、スモークアイがいる森に続く道。まあ、これがあれかな？ベヒーモスのいるところ。で、今多分その車の修理に出してるところが今こ、あの、マップに示されてるコルニクス公有ってところで。で、まあ、拠点はここの2つ。で、あとキャンプ地点がこのダスカ地方には4つあると。多分今回の体験版で行ける地方は多分ここだけなのかな？で、アイテム一覧も見れて、前回ちょっとちゃんと説明聞いてなくていろいろぐだったりしたんですけど、このラッシュ、右に書いてあるブレイクラッシュスラッシュカウンターレイドであって、接近から繰り出す連続攻撃、これが通常攻撃で、これを素早いハンターに装備しろって、まあトレーニングとかで言ってたので、まあつまり、ノクトの場合はこのいくつかの武器をそれぞれの攻撃のパターンに一つずつ割り振ると。で、とりあえずラッシュにツバイハンダーを装備すると。で、まあ、仲間たちのレベルも表示されてると。今のところノクトが一番体力も少ないんだけども。で、前回一応モンスターをちょっとだけ倒したので、キャンプでもしてみようか。お？イグニスの献立。具だくさんシチュー。あ、で、フリーバトルもできるけど。未達成のサブクエストが終了しますってあるけど、とりあえず止まってみよう休か。むか。そうだ、そっちだけで休もう。お 具だくさんシチュー あれ？あんかけに見えるけど、シチューなのか？ 包丁と耐性。これでなんか、アビリティスキルみたいのがつくのかな？ノックとレベル4なんだ。で、経験値が還元されていくと。イグニスがなんだかんだで一番強い。兄貴より。レベル的には。FF のファンファーレだよ。はい。行くか。翌日。行こう。キャンプを終えるとステータス効果が発生します。発生する効果はイグニスの献立によって決まります。まあ、なんかいろいろついたね。オプションで、チュートリアルリストってあるんですけど、このエピソード出すかについては、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、一部のセリフに声が入っていなくて、字幕表示になるところもあるようで、ちょっとマップ見てみよう。今行く、あ、マップじゃなくて、場所が表示されてたか。OK、じゃあ行ってみよう。そうね、この大自然だよ、ダスカ地方。仲間たちも、ついてる、みんな黒いな、着てる服。で、あそこにいる、なんだろう、あれは。でっかいのなんだっけ名前。アダマンタイマイだっけな。だっけな。あれも、あ、こっちにもいた。あれとも戦えるみたいで。ちょっと待って、こう、水の中これ、取れるのかな。あ、いけないや。ぐるっと回っていこう。ダッシュ。ダッシュもダッシュしすぎたら、だんだん疲れて息切れしてくるみたいなので。あ、なんかいるな。あ、あれなんか、前回の動画の最後の方で言ってたモンスターだっけな。油断するなよ。ここでエンカウントが始まって、じゃあ戦ってみようか。お。これなら余裕。とどめ。で、こっち。どんどんね、敵を切り替えて戦っていこう。待って、待って待って待って。あ、結構、モーションが重たいけん。
テンペスト。あいつ、あ、MP がなかった。え、イグニスが鋼鉄の爪をゲット。あ、誰、あれ、これ もし強い軍の人たちじゃないかい。大丈夫かこれ。待って、プロンプト死んでる。プロンプト兄貴が起こした。え、この人たち強い人たちじゃないか。やばいな。やべ、いけるかな。お、倒した。切る。見えない見えない見えない。この人、こいつシフトブレイク。MP 不足だな、ちょっと。気にするな。あとこいつか。あ、まだいる。旗持ちがいる。あ、やばい、 MP が足りない。 MP が足りないけどなんとか倒した。あ、そっか、前回の最後も MP が足りなくてちょっと体をよろつかせていたのか。なんだろうね、あのガードっていうのは L1 押し込みでできるけど、回避運動っていうのはないのかな。なんかあるな。あ、これもスモークアイ被害急増中。確かどこだっけな、どっかに。え、あ、やっちまった。違う、そんなつもりはなかった。待って、あっちに湿地帯に生息するモンスター食用になる群れで行動し、倒した時の経験値が多い。ガルラ前回戦ってたっけな。ちょっと体力 MP って回復でちょっと眺めてよ。みんな頑張って、よし行ってみよう。あ、落下ダメージもあるか。無事です。いや、テンペスト。あ、 MP が全然足りねえ。ドレイン剣だな。待って、できない。モンスター強くないか。やばい、死ぬ。ポーションで、 MP が全然足りないな。回復させよう。すごい、片手で普通にぶら下がってるよこの人。よし行こう。いい感じだ。した、ちょっと下ったけど行けた。先急ごう。ああ、めっちゃいるなガルラ。なんかプロンプトがなんか言ったな。プロンプトってね、なんか名前一瞬見たらもうコマンドプロンプトしか思い浮かばないんだけど。ダスカ地方アルスト湿地帯。なんだろう、ここ。こっちに何かありそうだ。あ、サブクエスト。湿地できらめく石。こういう風になんかフィールド上で仲間がなんかいろいろ見つけたらサブクエストをどんどん受注していくっていう感じかな。これか。ちょっと気になるから、ちょっとサブクエもこなしていこうかな。あ、そっか。川を渡れるんだっけこれ。渡れないね。川じゃないかこれ、湖か。ちょっと向こうまで移動しよう。気付けろよ。ん、なんかある。監禁素材。まあ、ちょっと今エンカウントはしたくないんだけど、エンカウントしちゃうか。こ
さと片付けようぜ。いてちょっとパーリーをうまく使っていきたいな。あ、シフトブレイクに結構 MP を取られてるんだな。切れない、うまく切れない。あれ、嫌な予感がする。逃げます、逃げます。鋼鉄とエンカウントしただけ。全速力で逃げるとバトルを避けることも可能なので、ちょっとあの 軍の人たち結構強いから避けてこう。でこの動物たちは触れない限り襲ってくることはないし。でそっちに何か落ちてるんだっけな。あれが軍の飛行船、飛空艇か何か。よっしゃ、よくやった。やるじゃないか。あ、これ拾っただけで OK、 クリア。湿地できらめく石。さて目的地は、本来の目的地はちょっと木が立って、なんか煙出てるけど。気をつけて。あ、なんかある。ちょっとあれ見て。なんだ。錆びた金属片。またプロンプトがなんか見つけた？見つけたっていうか、あれ？ちょうどメインの。あ、これ。モロ足跡じゃないですか。巨大な足跡が森に向かって残されている。おそらくスモーク街のものだろう。地図からするとこっちの方だな。倒せんのかな、いきなり。スモーク街の痕跡を目的地に設定してみましょう。トラベルメニューを開き、目的地を決めるクエストを選択。あ、たくさんあるんだ。6つあるか。大岩って言ってみるかな、じゃあ。100m。帝国軍。なんでこんなとこに。戦闘は避けられないか。今さっき避けたけどね。ニフルハイム帝国製の量産型人造兵。人造兵？強力な技を使うが多くの経験値を得られる。やるしかねえな。えら、人造兵なのあれ。おお、人造兵なのかあれ。OK、エンカウントだ。いてて。よし、よし、ガードした。よし、味方も結構頼もしいよ。あ、まだいた。旗がいた。旗倒す。あれ、旗は攻撃してこないのか。よし、 MP を使ってこ、どんどん。ウィーク。もう一押しだ。OK。一掃するぞ。いいね、なんか FF13 とかもやってたけど、あの、みんな無事か。ああ、ねえ、ちょっとあれ見て。お前なんかいろいろ見つけすぎだろ。なんか戦闘とかに入るときに画面が切り替わるとかじゃないんだ。これ気になるんだけどさ、見てよ。美しい 石に彩られているアルスト大地へようこそ。あれはなんだ。気になるぜ。あれ見てみねえか。注意した方がいいかも。君たちどんどんサブクエスト見つけてくれ。
アルスト大地のほとり。すぐ近くだからちょっと行ってみようか。あ、こういう木とか通るときとかもなんか、手で避けるような仕草するんだ。結構歩き方にも結構いろいろパターンがあるみたいで。ん？あれ？どこに行った？こいつか。あー、ガードすればよかった。届かない。その調子だノクト。一匹だけだった。こんなもんって感じか。なんかまた魔導兵だ。いやなんとかエンカウント率が結構高いような。MP がどんどんね増えれば、多分ノクトももっとすごい動きして戦闘とかもできるんだろうけど。テンペスト強い。で倒れてる時をリンチ、集団リンチ。痛い。OK。人造兵でかくねえか。OK。あ、消えてくんだ。さあバトルもまあこなしつつ、待て、もうエンガードしたくない。拾う、ま、ツヤメイク魔石。あ、取るだけでいいんだこれも。待てよ、ポーズじゃねえや。あ、エンカウント仕掛けなときは開けないんだ。エンカウントしちゃった。あり、あ、投げた槍。兄貴強えな。こいつ調子いいじゃねえか。当然まだいた。ノクト応戦しろ。はいよ。最後だ。届かない、届かない、リーチが短い。おい、もういいです、もういいです、もういいです。逃げる。逃げた。ちょっといい加減こんなにエンカウントしてたら目的のところにたどり着かない。そうだ、大岩に行ってたんだ。見つかった。あ、セーフ。さあ森の中に入ってきたけど、これあいつが通った跡だよね。ノクト見てくれ。これか。わかった。爪痕があるな。んと、あ、ここは確認で終了か。全部確認してってして、どっかに現れるっていうパターンかな。ちょっとキャンプ地探してみようかな、そろそろ。あ、すぐ後ろにある。そこか。あ、なんかある。結構やばそうなとこだな。取り囲まれたら厄介だ。うん、気をつけていかないと。なんだっけな、肉が取れる。なんとかってモンスターも。
結構いるんだな。よし、じゃあ。いや、そっか。ふわとろ卵乗せトースト。これは朝食かな？未達成のサブクエストって今なんかあんのかな？特にないね。うん。で、最終的にはこれか。車の修理代24,000ギルを調達する。今いくら持ってるんだろう。見れないんだ。とりあえずキャンプしましょうか。イグニスにこの献立を頼もう。休むか。賛成。なんか無駄にリアルなんだけど。超リアルだよ料理。好調と集中。エピソードダスカではアビリティの取得を行いません。アビリティもなんか別で何かあるの。お、すげえレベルアップした。やっぱ人造兵が結構得られるのかな。攻撃力、防御力アップ、ショーで、クリティカル発生率アップ。行くぞ。行こうぜ。オッケー。じゃあ今回はここまでにしようかな。まだまだ調査する必要がある、そのスモークアイの爪痕があるので、まあ、もしくはまた金髪プロンプトがサブクエをなんか発見したりしたら、それも、おのずと、受けていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。